高槻市立芥川小学校は、大阪府高槻市真上町一丁目にある公立、小学校。1873年に、当時の島上郡芥川村に設置された小学校を起源とし、高槻市では最も歴史の古い学校の一つとなっている。JR 高槻駅北側の商業地や住宅地を、校区としている。百七十三年十二月六日に、 島上郡阿久田川村百四十四番、屋敷万福時に、島上郡阿久田川小学校として創設されたことが、学校の起源となっている。学校創立当初は、阿久田川村を校区としていたが、後に、周辺の高峠村及び、真上村を校区に編入している。1894年には清水村、大矢沢上を、清水村の清水神城小学校の校区に変更し、 当時の芥川村一村を校区とした。しかし1931年1月1日付で、芥川町、清水村などが高槻町に編入されたことに伴い、直後の1931年4月には再び、真上地区を清水小学校校区から芥川小学校校区に編入している。1934年には現在地に校舎を新築移転している。 高等科は高等科単独の小学校、島城高等小学校として運営されていた。1935年に島城高等小学校が廃校となり、これに伴い島城高等小学校国内の各、尋常小学校に高等科を併設することになった。この際に、芥川小学校にも高等科を併設している。高等科は1947年の学生改革で、 廃止となり、高等家児童は新生高月市立中学校へと編入されている。1950年代以降地域が住宅地となったことに伴い、従来の校区の一部を分離して、高月市立川西小学校、高月市立日吉台小学校、高月市立真上小学校の3校が開校している。2011年に新体育館、新プールが完成した。 同時に運動場も整備された。身体育館にはバリアフリー化の第一歩として市内で初めてエレベーターが設置された。またソーラーパネルも設置され発電量を見ることが可能である。ありがとうございます。